どうもゴーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、スマートフォン一つで今ねこうやって見ていただいているようなね動画が簡単に作れる便利なアプリを皆様に紹介したいと思います。その便利なアプリとはこちらになります。動画編集作成アプリキネマスターのご紹介です。このキネマスターはですね、スマートフォン、iPhone、タブレット、あとね Chromebook でも対応している動画編集アプリとなっております。私は主にこのスマホで編集してるんですけれども、この小さいね画面では疲れるんではないかと思われるかもしれませんが、しかしですね、こちらのキネマスター編集画面のレイアウトがねめちゃくちゃ分かりやすくて直感的に操作できるので、ストレスを感じることなく編集作業を行うことができます。また普段から持ち歩いているスマートフォンを使いますので、ちょっとした移動時間や寝る前のほんの少しの時間でもね編集作業を進めることができます。キネマスターは無料版と有料版があります。私は有料版を使ってるんですが、無料版でも十分動画編集することができます。ただ無料版では使えないオプションがあったり、画面の右上にウォーターマークっていうのが出るんで、なので全てのオプションが使いたい方であったりとか、ウォーターマークが入るのが嫌だっていう方には有料版がおすすめです。価格は私が購入した時で4000円やったんですけれども、今はね少し安くなってるのと、あと月額料金もあるので、詳しくはアプリのホームページで確かめてください。もちろんね、このスマホで撮影したものだけを使って、編集することも可能です。以前このスマホだけで撮影編集した動画もアップしてますので、よければねそちらの方もご覧ください。私はね普段このミラーレスカメラやコンデジ、あとアクションカメラを使って撮影することが多いんですが、このようにねカードリーダーでスマホにデータを読み込ますことで、高画質の映像も編集することができます。これはスマホのスペックにもよるんですけれども、 4K 動画の読み込み書き出しも可能となっています。それではね、ほんまに基本的な操作だけなんですけれども、一度やってみましょう。今回は私が登録しちゃってるので、有料版で進めていきます。ただ無料版でもねできるだけ使えるものを使っていきたいと思います。はい、それではね、まずアプリの方を立ち上げます。そして、新規作成のこの丸っこいところをね、ここをタップします。すると、アスペクト比選択画面になります。ここは画面のね、縦横の比率を決めるので、YouTube やと16対9がおすすめです。そして、このように、編集画面に変わってメディアブラウザがね、表示されます。編集するフォルダを選んで、動画や画像を挿入していきます。今回は、前回行ったセブ旅行のデータを入れてあるので、ここやった、全部でねファイルは9つです。それを全て挿入していきます。これで9つ全部が入りました。それではねこれを一旦プレビューしてみましょう。この再生ボタンを押します。クリップ全体を短くする場合は、この横のバーを、右にやったり左にやったりすることで動画が長くなったり短くなったりするんですけれども、必要なところだけをカットするにはこのハサミのボタンを押します。するとトリム&スプリットという機能になるんですけれども、トリムは選択した箇所から右または左をカット、スプリットは選択した箇所から切り分ける機能となっています。なのでね、この前半のところもう数秒使って、あとはいらないのでカットします。トリムですね。そして飛行機のシーン、このちょうど日差しが当たってるところあたりで左側を取る、そして少し行ったところでまた右側を取りします。こんな感じですね。そしてこの空港に着きましたよというところで、このまたブレの少ないところでトリムして、こっちも取りにします。これで37秒のシーンが出来上がりました。このように私の場合、短いクリップを重ねていくことで動画を構成していくんですが、5分であれば5分分のねクリップをつなげていく、10分であれば10分分のクリップをつなげていくという形で動画を構成していきます。細
このままのね動画でももちろんホームビデオとかやったら全然いいんですけれども、ちょっと BGM つけた方がそれっぽく見えるんで、音楽の方をねつけていきたいと思います。フリー音源とかね、有料のサイトからダウンロードしたものとかでもね全然使えるんですけれども、このキネマスターは、オーディオも無料のものがありますので、そちらの方をね今回は使っていきたいと思います。まずこのオーディオのところをタップすると家のマークがあるんですけれども、こちらをタップします。こちらそういうところでアセットストアっていう風に開くんですけれども、このように、オーディオのこのダウンロード画面が開きます。っていうともね、ほとんどダウンロードしちゃってるのか、このプレミアムっていうのは有料の会員のみとなってます。インストール完了してるやつがあるのでそれ使います。ここでダウンロードしたものが、オーディオブラウザに戻ると、次アセットっていう場所を開きます。アセットという場所を開くと、このように、先ほどのオーディオから、ダウンロードしたものが並んでますんでね、ここにね音楽ファイルが今挿入されました。このままやとプレビューしてしまうと音がねちょっと大きいんですよ。なので BGM なんでね音を下げます。30% ぐらいかな。これでもう一度プレビューします。ちょっとねこの感じやと、全ての動画の音を消して PV っぽく仕上げましょうか。するとオープニング映像っぽいものができたと思います。で、動画に対してね音楽が短い場合は繰り返すのもいいですし、またね違う音楽入れてつなげていくのも全然 OK です。ただ、これ途中でね30何秒で終わっちゃうので曲の途中で必ず終わってしまいます。なのでここで音楽終わるんで一旦ここでカットしますね。音楽をさっきのトリム&スプリットを使ってトリムします。そして最後こうちょっと急にね終わってしまうとかっこ悪いんで、ちょっと手前からもう一度音楽ファイルをタップしてもらって、この音量エンベローブというものを使います。ここで一旦ポチッと印を入れて、最後でゆっくり下げるという形ですね。これで全体もう一度プレビューしてみましょう。動画の継ぎ目に動きが欲しい場合、トランジションエフェクトというものを使っていきます。動画の継ぎ目すべてに入れることも可能なんですが、今回はこの場面の変わるとき、飛行機に乗り込んで、空港に着きました、空港から移動してホテルに着きました、この2箇所に、トランジションエフェクトを入れていきます。なのでここプラスっていうところを押すと、これもいろいろ有料のものも混じってるんですけれども、私がよく使うこのパンチイットというやつのぐるーんと回って場面転換しましたよ的なものをね入れていきます。すると、こんな感じで入ります。で、今空港に着く前も車のシーンからここ同じもの、あまりね種類をいろんな種類使うとちょっとダサくなっちゃうんで、ここのね数字はこう短くするとピョンピョンと、短い方がいいかな、これぐらいにしましょうかね。なら、さっきのやつも一緒ぐらいにしましょう。ここのも 0.7 秒ぐらいで、するとね全体的にこの音がずれてくるんで、どうしてももう一度音量エンベローブで調整します。はい、これでねほぼ動画の形は出来上がったんですけれども、最後にテキストを入れていきます。もうね動画のカット、あと 音量調整、音楽をつけてトランジションをつけて字幕を入れれば大体形になるんで、そこまでとりあえずやっていきます。それでは最初のオープニングのここからここまでのトランジション入るまでの間に、ロゴを作ります。まずレイヤーテキストと押してください。そして私の Go ムービーですね。はい、でこのままやとね味気ないものができるんですけれども、フォントを選ぶところもアセットストアでいろいろダウンロードできます。日本語であったりとかディスプレイであったりとか、今回このディスプレイを使ってですね、ここら辺いきましょうか。
キネマスターには日本語のフォントがたくさんあるので、好きなものを選んで、自分の、ね、オリジナリティあふれる動画にすることが可能です。そしたらね、もう一度プレビュー流していきましょう。この右上のボタンをタップして、例えば 4K、 今回 4K 使ってないんで、フル HD の30フレームビットレートは、大体でこれで書き出します。はい、というわけで今回キネマスターを使っての本当に短い動画なんですけれども、サンプル動画作ってみました。今回はですね、レイヤー一つだけを使って本当に基本的な作り方だけをやってみました。実際はね、もっと複雑な作業として動画の色味を変えてみたり、音声をね、あの声をこう強調してみたりとか、あとスロー映像とか早送り、あのテキストもね、もっと複雑なものいっぱいありますし、もっと綺麗なね映像作品を作ることはできるんですけれども、この動画の尺がものすごく長く30分ぐらいの動画になっちゃうんで、また次の機会にね、やってみたいと思います。はい、それでは本日の動画は以上となります。このねキネマスターの動画、皆様のお役に少しでもね立てるのであれば、またね、もうちょっと難しいこともやってみたいと思いますので、できればねコメント欄の方にコメントいただければと思います。それと役に立ったよっていう方いらっしゃれば、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーサゴムービーゴーでした。